おはようございます。さて、皆さんには頭から離れない友人とか知人からの一言ってあるでしょうか？私はですね、大学の友人が言ってた一言がすごくこう頭の中に残っていますね。まあ、それが何かというと、その友達と学食で話していた時に、なんか将来の話とかになったんですよね。こうどんな仕事したいとか、結婚とかどうするみたいな話とか、まあそんな話をしていたと。で、その時にその友人が、俺は絶対結婚しないし子供もいらないと。子供のためにならないから、みたいなことを言っていたんですね。で、それでどうしてって聞くと、いや、実は、うちの父親が DV で、母も育児放棄気味だったと。まあ、そういった家庭環境もあって、俺はなんか自殺を考えたりしたこともある、という話をしてくれたんですよね。で、そのことと、こう自分が家庭を持つことにどういうつながりがあるのかというのも聞いたんですよね。そしたら、いや、実はと、日本だけに限らずどこの国でもそうなんだけど、虐待を受けた子供がまた自分の子供に虐待をする確率は7割近くあるとされていると。だから自分が家庭を持ったとしたら、それを崩壊させてしまう可能性がすごく高いから、だから結婚もしないし子供もいらないんだよね、という話をしてきましたね。だからこう被害者を増やさないためにとか、そのこう良くない連鎖をこう、まあ、断ち切るためなのかな。そういう意味で言っていましたね。で、この言葉、その話を当時18歳だった自分が聞いたんですけど、なんかすごく混沌とした気持ちになりましたね。なんか生まれの影響で人生が決まっちゃうってことなのかなというふうに感じたんですよね。で、そんなことをふと思い出しましたので、今回は生まれの影響はどこまであるのか、人生にどれだけ影響するのか、ここら辺について考えを巡らせていきたいと思います。今回はなんかコーチングの話とか何かしらのレクチャーというよりは、この一つのトピックに対して自分なりの考えを巡らせていきたいと思っております。なのでおすすめな方はですね、まあ、このトピックについて興味があるという方とか、まあ、少なからずコーチングとも関係するところ、まあ、対人支援と関係するところもあるかと思いますので、コーチとか対人支援をされている方、まあ、そういった方におすすめになりますので、一緒にこのトピックについて考えていきましょう。パーソナリティはコーチング漬けの日々を送る大阪屋です。で、本題に入りますと、まあ、確かにその生まれの影響とかってかなり大きいですよね。オリンピック選手の話を聞いていると、なんか親がアスリートをやっていましたと、体操教室をやっていたので、まあ、自分も自然と体操をやるようになって、で、そこで練習していくうちに、なんかこう大会で優勝できるようになって、それを繰り返していたら、オリンピック選手なれました、金メダル取れました、みたいな話があったりとか、あと、お医者さんをやっている人の親は、お医者さんであることが多かったりとか、なんかそういうケースってまあまああると思うんですよね。あとはこう虐待を受けて親になった方のインタビューとかを読んでみると、なんかこう印象的だった記事とかで言うと、なんか私の人生は半分が虐待の被害者で、半分が虐待の加害者なんです、ということを言っている記事なんかも見聞きしたことがあります。こうやって考えてみると、やっぱり親とか家庭環境、あるいはこう周辺環境が、こう子供とかそのこう人生に与える影響というのは、計り知れないのだろうなというふうに感じます。それこそこう自分ごととか自分の家庭で考えてみると、うちの両親、まあ、DV 気味というか、まあ、こう暴力親父みたいな感じだったんですが、その父親の父親、私からするとおじいちゃんですね、父方の。そのじいちゃんは自分が生まれる頃にはもう亡くなっちゃってたんですけど、その亡くなるまでの間、父親は、うちの父親はそのおじいちゃんと目を合わせたことが一度もないというふうに言っていましたね。目を合わせてもらったこともないし、名前を呼ばれたこともないというふうに言っていました。で、父親の母親、だから私からするとおばあちゃんですね。そのおばあちゃんもうちの父親に対してというか、自分の子供に対して平等に愛情を注いでいなかったという話がこうあったりしますね。それこそうちの父親って3人兄弟なんですけど、そのうちの父親の兄の方が可愛いということを兄弟の目の前で言うようなばあさんだったらしいんですよね。
それは実は私自身も体験していて、その、おばあ、父方のおばあちゃんの方は、その孫を見て、そのうちの兄ちゃんの方が可愛いというふうに言っていたりしましたね。それを聞いていたので、結構そのばあさんのこと嫌いでしたけどね、私は。でそれ、ばあさんぐらいの距離感だから、なんだこのばあさんはと思えたんですけど、それは自分の母親だったとしたら、結構拗ねるんじゃないかなという気はします。なんかそうやって考えてみると、あんな両親にとか、そんな両親に育てられたとしたら、なんかろくでもない感じに育ってもおかしくないよな、というふうに私はその父を見て思いましたね。まあ、ろくでもないかどうかって言われたら、まあ、それを考えると結構まともな方には育ったんじゃないかなとは思うんですけど、なんか暴力親父に仕上がったなという感じはしますね。だから、そうやってこう、ルーツをたどって考えてみると、まあ、そうなっても仕方なかった部分もあるのかなというふうにもこう見えるかなと思います。で、今度こう、自分自身のことを考えてみると、うちの弟13個離れているので、まあ弟というよりこうやや父親みたいなこうなんかそういう要素もあったんですよね、こう自分の中に。なのでこうちょっと子育てしなきゃみたいななんかそういうスタンスで関わっていた部分もあるんですけど、そのやっぱ弟に対してきつく当たってた時期とかもあったんですよね。結構強めにしつけたりとかすごく怒っちゃったりとかして、まあ、厳しく関わるような時も結構ありましたね。それはなんかこう父親譲りと言われたらそうだったのかもなというふうに思いますし、今振り返ってみると弟に対してすごく申し訳なかったなという気持ちにもなったりしますね。だからそうやって考えてみると多少なり環境とか親の影響というのは自分の人生に影響を与えるんだろうなというふうにこう当時の自分は思ったんですよね。で、その友人が言ってた、その絶対に結婚もしないし、子供もいらないと、子供のためにならないからと。なんでかというと、虐待された子供は自分の子供に虐待する確率がすごく高いからという話をしていたことに対して、なんとなくこう納得したというか、そういうもんなのかなというふうにこう、ある程度受け入れつつ、その学生時代は過ごしていましたね。まあ、ところが社会人になって、で働き始めてふとまた思い出したんですよね、その友人からの言葉を。でそれに対して本当に生まれの影響が全てなのかなって、それで人生が決まっちゃうのかなと。でちょっと揺れ動く部分があったのは、その仕事の成果の部分を考えてみると、なんか自然と結果出せる人っているよなと、なんかよくわからないけど自信を持っていて、結果出せる人いるよなと。あとまあ、結婚している友人とか同僚とかもいたので、まあ、その同僚とかを見ていて、なんか自然と仲睦まじい家庭を作れる人もいるんだなというふうに見たときに、なんか愛情をこうしっかり注がれて育った子供とか家庭環境が整っていた人はハッピーに過ごせて、そうじゃない人はなんか苦しい人生を歩むのだとすると、まあ、仮にそういう可能性があるのだとすると、まあ、そんな悔しいことはないよねというふうに思ったんですよね。で虐待を受けた人の7割は虐待をしてしまうとすると、なんか3割の人はなんか別のことをしているわけだよなというふうにも思ったんですよね。なんかなので、まあ、決定事項ではないよねというふうに思ったんですよね。だからそれをそのまま受け入れる必要は全くないよねというふうに思ったんですよね。だから自分の将来を改めて考えた時に、なんか実際にどうなるかは別としても、その自分だけは違うんだと、自分は道を開拓できるんだということをなんか証明したいなと思ったんですよね。まあ確かに親はなんか暴力親父みたいな感じだったけど、その連鎖は自分で断ち切りたいし、当時仕事に対して自信を持てない時期もあったりしたんですけど、そういう自分であったとしてもしっかりと成果を出していきたいというふうに思ったんですね。なんかそうやって考えて、なんかいろいろこう本を読んだりいろんなものに触れたんですよね。でその時にこうふと目に入ったのが、オプラ・ウィンフリーという方ご存知でしょうか。この方は幼少期に虐待をされたりとか極貧生活を送っていたような方なんですけど、この方はオバマ元大統領の勝利をこう左右したとも言われるアメリカのテレビ司会者なんですよね。結構もうすごく有名な人になりますね。でこの人が言っていたのが、意味ある変化を持たせるためには人の考え方を根本的に変えなければならないと。
で、その変化をもたらすためには教育を受けることが大切だと、まあ、自分自身を教育してあげることが大切だということを言っていたんですね。つまりどんな過去があったとしても、その後天的に教育というものをこう自分に与えることによって人生を変えていくことができるんだよということを言っていたんですね。しかもその人圧倒的な成果を残しているので、まあ、説得力はすごいですよね。あと孫正義社長とかですね、この孫さんも幼少期の時にはやっぱこう韓国籍、在日韓国人ということもあって朝鮮人というふうにこう罵られて、石を投げつけられていたりしたそうなんですね。で、それで頭からこう流血しちゃったりとかして、そのこういじめというのはこう幼稚園時代に限らず小学校中学校でも続いたらしいんですね。だからなんかそういういじめを受けて、なんか自殺をしたいぐらい悩んだそうなんですね。そんな経験をした孫さんなんですけど、実は16歳までは安本正義という名前を名乗っていたそうなんですね。こう日本用のこう名前を、名乗っていたそうなんですね。ただ16歳からは孫正義にこう変えたというか戻したというか、その韓国の自分のルーツの名前で名乗るようにしたらしいんですね。で、そうした時に親戚からは猛反対されたらしいんですね。なんかそんなことを名乗ったら俺たちもなんか在日だってことがバレちゃうじゃないかと。そうなったらなんかいじめられるとか、仕事できなくなっちゃう可能性があるじゃないかというふうにこう批判されたらしいんですね。でも孫さんは自分の先祖代々の名前を堂々と名乗って、いろんなハンディキャップがある中でそれなりに成果を出せたとしたら、卓越した成果とかその事例を一つでも作れたとしたら、それを見て希望を抱く若者は増えるんじゃないかという、そういう思いがあって自分の名前を、本名を名乗り始めたそうです。ですから孫さんのケースで言えば、まあ、極貧生活でかつこういじめを受けて育ってきたと、まあ、そういう家庭環境でいたと。で、自分がチャレンジしようとしていることに対しても周りは誰も賛成してくれないと、みんな反対してくると、まあ、そういう逆境の中でのこうスタートだったそうなんですが、まあ、今では相当な成果を上げられていますもんね。ですからなんかそういったことを考えていくと、まあ、確かに逆風はきついかもしれないけど、そんな中でもしっかりとこう自分の人生を作っていくことができるんだということが、まあ、いくつかの事例で証明されているなというふうに思ったんですよね。で、よくよく考えてもみれば、その過去どうだったかは関係ないとは言わないですけど、これからの未来は全て白紙で存在していますよね。今日会社があるからといって会社に行く必要もないですし、別にそれどっかサボって旅行に行っちゃうこともできるっちゃできますよね。まあ、実際にやるかどうかは別としても。なんかそうやって考えてみると、今日何をするかとか、まあ、どういう行動を取るか、どういう選択をするかというのは今自分自身で全て選択することができるんですね。今以降の未来は全て白紙なので、その未来を何色に塗るかは自分自身で決めることができると。笑顔でいることも選べるし、暗い顔でいることも選べると。あとは何を考えるかも自分で選択することができますよね。なんか過去の嫌な体験を思い出して、それを考えてこう考え巡らせることもできますし、こう未来にこう希望とか期待を抱いて、そこに考えを巡らせてワクワクすることも自分自身で選べますよね。その積み重ねによって人生が作られているのだとすると、確率はあくまで確率の話であって、というかあくまでこう確率というのは傾向であって、まあ、そこから自分がどうしていくかは自分で選択できるというのはこう全人類に共通していることですよね。なんかそんなことに気づいてですね、私は24歳ぐらいの時にですね、自分の人生は自分で作っていこうと決意したんですね。なんかそれまではなんか過去がこうだったからとか、親がこうだったからといったなんか言い訳をすごくしていたんですが、まあ、そういうのはもうやめようと決めました。で、そこから自分の心と生活を整え始めましたね。なんか具体で言うと、なんか靴をきっちり揃えるとか、なんかそんなことから始めましたね。ゴミはちゃんと捨てるとか、なんかそういう小さな小さな行動なんですけど、その小さな行動は自分で自分の行動をコントロールすることができるんだということをこう自分自身に教え込むために、そういう小さな行動を積み重ねていましたね。
あとなんかしばらく読んでいなかった心理学の本を読み漁ったりとか、なんか自分自身のことをもっともっと知ろうと思って、こう内省をこうしまくったりとか、あとはこう嫌だった体験とか、苦しかったこと、まあそういった体験もたくさんあったんですが、それにこう向き合ってこうすべて書き出していったりとか、そんなこともしました。あと勉強も全然してこなかったんですが、まあ、都内で言うと、ワースト3ぐらいの学力の高校に通っているぐらい、勉強を全然してこなかったんですけど、で、それに関しては、なんかこう、勉強する環境がなかったからとか、なんか親が塾に行かせてくれなかったからとか、なんかそういう言い訳を積み重ねて、勉強を全然してこなかったんですけど、まあそういうのはやめにしようと決めたので、毎年本を200冊以上読むぞと決めて、読み始めましたし、それは今でも続いています。こういった取り組みを24歳ぐらいから始めたんですけど、これってマイナスだった過去をプラマイゼロに戻しているようにも、もしかしたら見聞きできるかなと思うんですけど、そういうわけではないんですね。決してマイナスをプラスにしているわけではなくて、その過去の経験をこう、まあそれをプラマイゼロと捉えて、それをもっともっとプラスにしていこうという、まあそういう趣旨で取り組んでいました。どういうことかというと、貧乏でかつ勉強する環境が整っていなかったから学力を人並みに戻そうということではないんですね。これだとただの本当プラマイゼロにしているだけなので、その勉強ができなかったからこそ勉強することが純粋に楽しめる自分でいられているという側面もあったんですね。テスト勉強も受験勉強もろくにやっていなかったので、勉強に対してやらなきゃとか、なんか苦しいとか、なんか苦手意識とか嫌いとか、そういう思いというのが一切ないんですね。だからこそ、その勉強というものを好きになって、まあ、好きになるようにこう自分を仕向けて、それを活かして、人の100倍ぐらい勉強する自分になろうというふうに決めて、それこそ本をたくさん読むようになりました。これって決してマイナスをプラマイゼロにしているわけではないですよね。過去の体験を活かしてそのプラスにしていくとか、もっともっとプラスにしていくというアプローチになるかなと思います。あとは過去に暴力親父からその虐待的なそういうことを受けた経験があると。だからそういう苦しい思いをしたから、それを癒すために自分自身に向き合おう。とか、そういうことではないんですよね。そうじゃないんですよね。これってただプラマイゼロにしてるだけですよね。そうじゃなくって、苦しい経験をしたからこそ、その経験をきっかけに自分の扱い方を知っていこうというアプローチを取りました。自分自身がどういう経験をすると辛くなるか、何が嫌なのか、まあこういったところはもちろんこう掘り下げて自分自身を癒していくというアプローチももちろん取るは取るんですが、その上で自分がどうしたら気持ちよくなるのかとか、どうしたら喜びやすいのかとか、どうしたら行動しやすいのかとか、どうしたら目標に向けて動きやすくなるのか、まあこういったこともすべて言語化したんですね。ここまで言語化すると何をどうしたら自分が動きたくなるのか、自分は目標に向けて行動を起こしやすくなるのか、こういったことも明らかになるんですね。なので本を200冊読むって決めたら必ず200冊読めますし、最近で言うと英語の勉強を始めたんですけど、こういう英語の勉強とか何かを続けることって多くの人は挫折しやすいかと思うんですが、自分の場合は一日も欠かすことなく英語の勉強を年末まで続けることが絶対にできるんですね。まあ、なんでかというと、どうやったら自分が動けるか、どうやったら継続しやすいか、どういう目標を立てると自分がこうポジティブに行動できるようになるか、こういったことをすべて把握しているからなんですね。なので本当に簡単に言うと、目標を決めたら必ず達成できるんですね。これがなぜかというと、過去に苦しい経験をしたことによって、こう自分自身の心に対して興味を持ったからなんですね。まあ、心っていうとちょっと大きいですけど、こう思考とか感情とか、あるいはこう自分の行動特性みたいなところですね。まあ、そういう興味を持てたことで言語化できて、言語化したことでなんか説明書ができて、まあ、説明書見たらなんかそれ通りにやれば大体こううまくいくじゃないですか。あ、でもそうやって考えてみると、なんか説明書というか、攻略本に近いかもしれないですけど、まあ、攻略本があったら、それ通りに進めていけば、ゲームとかも必ずクリアできますよね。まあ、それと同じような感覚ですね。なんか、なのでそういう感覚を持っているので、なんかやると決めたことができないことの意味がわからないんですよね。
もちろんその自分に合ってないやり方でやろうとしたらできるわけがないので、まあ、そこら辺は調整する必要があるかなとは思うんですけど、自分のやあの特性とかを知って、まあ、簡単に言うと攻略本を作ってやろうとしたら必ずできるはずですよね。まあ、こういったことも決してマイナスをプラマイゼロにしているわけではなくて、プラマイゼロとか、まあ、すでにプラスになっているものをもっともっとプラスになるように活かしていっているという、まあ、そういう考え方で自分の人生を前に進めている感覚を持っています。あとはなんかすごい極貧生活だったからこそ、なんか普通の生活がしたいということでもないと、これもプラマイゼロですもんね。そうではなくて貧乏だったからこそ目の前のものにこう価値を見出しやすいと、まあ、簡単に言うと幸せの感度がすごく高いんですよね。なので当たり前のことを当たり前と思わず生活することができるので、なんかお金を使わなくても物がなかったとしてもなんか幸せを感じることができるんですよね。なんかこれ数字でも示すことができて、総務省が出している生活費の平均値っていうものがあるんですが、一般家庭よりもはるかに使っている額が少ないんですよね。全然お金使ってないんですよね。なのでこう自家発電的に幸せを生み出すことができるという、まあそういう側面もあるかなと思います。これに関してもやっぱりプラマイゼロを目指しているわけではなくて、すでにあるものをこうプラスにしていくとか、プラスをもっとプラスにしていくという観点かなと思います。あと他にも、自分に自信がなかったから自信をつけようではなくて、それはまあ当然としてやることとして、自信がなかったからこそ人の素晴らしいところに気づける才能が身についたと、あまりにも自信がなさすぎて、ひがみすらも生まれないみたいな、なんかそういう状態になったんですよね。だからこそ、コーチングするときとか、まあ、人と対峙したときに、相手のいいところを見つけて、それをフィードバックするということが、ほんと呼吸するようにできるんですよね。なんかこう、受け取る側、相手側からすると、なんか、照れくさいとか恥ずかしいって思うみたいですけど、だから自分からすると本当当たり前のように思っていることなので、何とも思わずにフィードバックできるという、まあそういう特性はあるかなと思います。これもやっぱ自分の特性をこうより活かしているかなと思います。なのでこうざっくりまとめると、きつい幼少期を過ごした人とか、あるいはこう絶望を感じるような経験をしてきた人とか、なんかそういう経験のある人というのは、なんか生まれてからずっととか、そういう期間中はずっとそのトレーニングを積んでいるとも言えるかなと思うんですね。つまりそのきつい体験をしている時って何もしていないわけではないんですね。一瞬一瞬何らかの経験を積み上げているわけですよね。例えば親の顔色を伺いながら過ごしていたとしたら、親の顔色を伺う、人の顔色を伺うとか、人の表情を読み取る、まあ、技術的な名前で言うとキャリブレーションとかって言ったりしますけど、そういう技術を磨いているとも取れるわけですよね。もちろん第三者が同じ経験をしろとか、そういう経験をしてトレーニングを積めと言われたら、その経験を耐えられることは多分ないと思うんですよね。その人だからこそ乗り越えられたし、その人だからこそそのトレーニングを積むことができたというのはこう紛れもない事実かなと思います。やっぱり人のきつい体験とか聞いてて、自分だったらそれ耐えられないだろうなって思うことって本当結構あるんですよね。逆に自分の体験談を話して、なんかお前よくそれで生きてこれたなみたいな、よく乗り越えてこれたなみたいなことも結構言われたりするんですけど、多分多くの人は自分のことだとなんか大したことないと思える、なんかそういう側面はあるんじゃないかなという気はします。だからこそ、まあそういう経験を積むことによって、でなんか人の痛みがこう分かると、で人の痛みが分かると、その人に寄り添うこともできるし、その痛みの乗り越え方もこう分かると、だからそれを伝授することも当然できますよね。ほんと使い古された言い回しになっちゃいますが、意味のない体験は何一つないということですよね。なんとなくまとまりましたかね。ちょっとまとめっぽいことを話すとすると、なんか〇〇だからこうなるという、こう悲観的な予測をするのはすごくもったいないと。だから過去の傾向的に、まあ、こういう経験を積んだ人はこうなっちゃいやすいみたいな悲観的予測ですね。なんかそれに従う必要はまずないですよねと。だからむしろそういう経験があったからこそこれこれができるというように、その経験を生かして未来の材料にしてあげる方が、なんかプラスの人生を歩めるんじゃないかなというふうに思います。だから、なんか生まれの影響はどこまであるか、人生にどれだけ影響するかという、まあ最初の問いに立ち返ると、生まれの影響はあると。ただ、その
生まれの影響とか経験を通じて得たものを生かして今後どういう人生を作っていくか、ここに関しては自分で全て選択することができるという、まあ、そういう結論になりますかね。なんか私自身で言うと、やっぱりコーチングをやったり学んだりしていることもあってか、やっぱり入り口とかスタート地点が異なっていたとしても、やろうとしたら何でもできると本当に思ってるんですよね。だから〇〇だから〇〇ができないという言葉がなんかすごく、まあ、簡単に言うと嫌いなんですよね。なんかそれってなんか人を枠組みに当てはめてしまうなとか、自分自身に制約を設けちゃうことで可能性があるよなというふうに思うんですよね。だからそこに関しては、まあ、そこというのは人生はこう生まれによって決まるというその考え方に対しては一生抗い続けようと私は思っています。そんなことないんだよというのを自分の人生で証明し続けたいなというふうにこう私は思ってますね。だからずっとほらできたでしょって言い続ける人生でありたいなと思ってます。で最後なんか無理くりコーチングにもつなげるとすると、コーチングでの関わり方で言えば、その人の持っている素材を生かしていかに夢とかビジョンを実現するか、こうやって考えていくんですね。だからその人が何を持っていないか何ができないかをわざわざフォーカスしないですし、そこを重要視していないんですね。何が欲しくて、そこに対して今材料として何を持っているのと、ここで言う材料というのはどんな経験とかどんな体験、そして知恵とか能力のことですね。でそのすでに持っているその材料を生かしていかに目標を達成させていくか、こうやって考えていくのがコーチングの基本戦略なんですね。もちろん、まあ、さらにプラスアルファで能力とかそういったものが必要であれば、それをこう習得するプロセスっていうのも一緒に描いていきますけど、基本戦略としては今あるものでいかに目標を達成させるか、こうやって考えていくんですね。だから繰り返しになるんですけど、その人が何を持っていないかは関係ないということですね。あとは本当コーチ側に関しても、なんかその人の素材を生かしたコーチングをするのがやっぱ一番いいなというふうに思いますね。やっぱコーチングを教えてきて、お伝えしてきて、すごく思うところですね。やっぱりスクールのメンバーのコーチングも受けたりするんですが、そのコーチングを受けて、あ、なんかこのコーチングのスタイル新しいなとか、なんか素敵だなと思うことが結構あったりするんですね。で、その時に思うのが、この人に出せる味であって、こう自分にはちょっと出せない味だなっていうふうに思うんですね。で、やっぱ自分には自分にしか出せない味があるし、その人にはその人にしか出せない味が、スタイルがあるかなと思います。だからこそ繰り返しになりますが、何を持っていないかじゃなくて、持ってるものを生かしてどう表現するか、ここの方が大事かなと私は思ってます。ということで、なんとなくまとまりましたかね。今回の話を聞いてみて、コーチングを通じてなんか自分のことを理解したいなと思われた方とかはですね、体験コーチングとかでググってもらうといろんなサービスあるので、まあ、そういったものを使ってですね、自己理解していただくもいいかなと思います。あとは自分の素材を生かしてコーチングをするとしたら、こう自分にはどんなコーチングのスタイルがあるのかなとか、自分に合ったコーチングの学び方ってどんなだろうと、まあ、そういったことを思われた方はですね、コーチングのコンシェルジュ枠、前回話聞いてない人は何のこっちゃわからないかもしれないんですけど、その枠もですね、2月分はあと1枠だけ空いておりますので、ぜひお申し込みいただければと思います。あとパーソナルコーチングの方も若干名ですね、お申し込みいただける状況にはなっておりますので、興味ある方はお申し込みください。ということで、今回の内容が面白かった学びになったという方はですね、コメントメッセージいただけると嬉しいです。今朝とか日中に聞いてくださっている方は良い一日をお過ごしください。今夜寝る前に聞いてくださっている方は素敵な夜をお過ごしください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。